西尾市立一式学びの館は、愛知県西尾市一式町にある公共施設。一式地域文化広場の核となる施設であり、図書館と資料館の機能を合わせ持っている。1988年11月に、はずぐん一式町の学びの館として開館し、2011年4月1日の市町村合併を機に、西尾市立一式学びの館に改称した。 西尾市立図書館の文館である。特定目的会社の株式会社エリアプラン西尾が指定管理者として管理運営を行っている。隣接地にある一式町公民館1971年4月には、はずぐん一式町に一式町勤労青少年ホームが開館し、館内にはホーム図書室が設けられた。図書館未設置時代には、愛知県図書館の移動図書館社、 泉号も一式町を巡回している。九百七十八年四月には一式町立一式中学校が坂田地区に移転した。これに伴い、九百八十年度と九百八十一年度の二か年事業として一式町公民館が建設されることとなった。九百八十一年十一月一日には一式町公民館が開館し、同年十二月には、 公民館と書室が一般に開放された。1986年度には一式町公民館を含む敷地が愛知県と一式町が共同で整備を進める一式地域文化広場に指定された。一式地域文化広場は総合的な文化広場であり、その敷地面積は約27,600平方メートルと広大である。愛知県下の13の広域行政権のうち、 一式地域文化広場は11番目の複合的文化施設として整備されている。1986年11月には一式町公民館の隣接地に一式町域外健康センターが着工され、1988年11月8日に一式町域外健康センターが開館した。1987年7月8日には一式町公民館の隣接地に 学びの館が着工され、1988年8月31日に観光、1988年11月8日に学びの館が開館した。なお、一式町公民館と一式町、生きがい健康センターは、一式町の事業として建設、整備されたが、一式学びの館は、愛知県の事業として建設された。したがって、 総工費の5億8853万円は全額が検費である。学びの館の開館に伴って一式町公民館と書室は閉室となっている。1989年1月28日にはお話会を初開催し、同年2月1日には雑誌と紙芝居の貸し出しを開始した。段差の解消や案内などが高齢者への配慮が行き届いていると評価され、 1992年度には愛知県高齢化対策室による愛知県快適空間賞を受賞した。1993年12月5日には開館5周年を記念したコンサートを開催した。同年4月15日には複製絵画の貸し出しを開始した。開館当初の開館時間は9時から18時だったが、1995年4月には10時から18時。 に変更されている。1996年3月には、延べ入館者数が100万人を突破した。同年8月1日には、貸し出し冊数を5冊から10冊に倍増させた。2002年4月には、開館時間が再び、9時から18時に変更され、同年4月3日には、ブックスタート事業を開始した。2005年4月1日には、 図書館部分の業務委託を開始した。2007年2月1日には、はずぐん山頂図書館広域システムが開始され、キラ町のキラ町立図書館、はず町のはず町立図書館とオンラインで結ばれた。これにより、各図書館のウェブサイト上から他館の蔵書の検索や予約などが可能となった。蔵書数は3館で、計30万冊。 1> 週一回の集配者による運搬回収と宅配便を併用する。2011年4月1日には、旧西尾市、一式町、平町、羽津町の一三町が合併して新西尾市が発足し、学びの館は西尾市立一式学びの館に改称した。これを機に、祝日の翌日も開館日とし、また展示室の開館時間を、施設全体の開館時間に合わせた。 2013年10月には西尾市の市政60周年記念事業として特別展示先導獣吉信を行った。西尾市は PFI 方式による公共施設再配置を進めており、2017年9月からは工事のために長期休館に入った。館内の大規模な改修を行い、2018年4月にリニューアルオープンした。 これまで図書館部分の開花は1階のみだったが、学習室があった2階も開花とした。1階には子供が寝そべって絵本を読める円形の閲覧スペースや料理、健康、旅など生活に関する一般書を配置し、親子が一緒に過ごせる工夫を凝らした。リニューアルを機に指定管理者制度を導入し、特定目的会社が指定管理者となった。 展示館部分は三つのゾーンに分かれており、1階から3階までの3階層である。中央部は3階層分の吹き抜けとなっており、三河一式諏訪神社の三河一式大城鎮祭りで用いられる直径5.6メートル高さ10メートルの大城鎮が常設展示されている。賭場新名社で開催される賭場の日祭りなどのゾーンもある。交通手段はフレンドバス。 一式町公民館東バス停下車後、徒歩3分。かつては、名鉄三河線三河一式駅が最寄り駅であり、学びの館から北東300メートルの場所に三河一式駅があった。2004年4月1日に三河一式駅を含む三河線の末端区間が廃止され、公共交通機関ではバスが唯一の交通手段となった。ありがとうございます。